よし、うまいな。なんでそっち向けたんだよ。よし分かんねえよ加減が。サマーズチャンネル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 。ね。このテーブル出たよ。一回ねシリーズ終わってますけど。一回シリーズ終わって、はい、俺本当カツラかぶっていろいろやったんだよ。やりましたね。なんか変なテンションだったわ。周りが周りが特にいじることもなく。なんかおはようございますみたいな。うん。うん、違和感すごかったよね。警備員さんもなんか、うん、うん、みたいな、なんかすごい空気のコントの最中かなみたいな、そういうのあるからね。だからそんな人いるじゃん。ああ、いるいる。そのままちょっと外出るとかね、うん、格好のまま。いいでしょ、じゃあ、うん、始まるのかな。はい、じゃん。ボドゲペラントレースシーズン2出ました。ってことは何勝かして勝負つく。日本シリーズ式で、先に4勝した方が、で負けた方はまたカツラを、はい、またカツラ、はい、あれ本当変な空気になる。なるなるなる。俺しか笑ってなかったもん、やっぱり。そうでしょ、うん、事情を知ってる人しか笑ってない。そうなんです。笑っていいのかも分かんない。そうですそうです。本当にそういうヘアスタイルにした可能性あるからね。そうなんだ、ね、変な空気になる。はいはいはい。いやもう負けたくない。何これ。ハリーポッパー。ハリーホッパーですね。ハリーホッパーバッタを飛ばし草を倒していくアクションゲーム、うん、バッタの尻尾部分を押してジャンプさせる。ああ面白そう。おー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 。でうまく方向と距離を合わせて自分の色の草だけを倒していく、うん、間違って相手の草を倒しても相手の草を除外する。ああ。バッタは着地した場所からまたジャンプさせる。赤い草を途中で倒したら自分の草を復活させ赤も復活。ああ。自分の草を全部倒し最後に赤い草を先に倒した方が勝ち。なるほどね。じゃあこれでやっていくと。はい、うん、で俺はこの黄緑なんで黄緑のこの手前の草を一回倒せば倒せ、ね、いいね。手前にあって、これじゃあこれはどこに置いてもいいの。スタートは大丈夫なんですけど、その後はその位置から。そうです。やってみようやってみよう、うん、じゃあはい。最初はグッじゃんけん、ほい、あいこでしょ。よし、先行。じゃあいくよ。はい。でもあれか、これを狙ってるんですね。それもまず最初ね。でもあれか、ダブルっていう。いくよ。うん。はあ。ってことはこういって2個行きあるね、うんうんうん、やべ飛んじゃってひっくり返ったけど、あ、まあ、直したって大丈夫。これ直していい、はい、その向きでね。これを、はい、この向きで直すの、はい、じゃあこれ結構こいつを飛び越えたからね、飛び越えられるんだ結構。わあ、うまいけど俺のも倒れました。じゃあ俺黄緑だよな、うん、超えなきゃ。俺と同じように超えないと。超えないと。超えてこれだな。そう。おー、うまい、うまい。それはうまいね。今のはうまい。しかもこう場外に出たからここに置けると。なんでそこにいるの。場外に落ちた方が有利説あるもんね。あるよ。じゃあこれね、うん、これはい、よし、2個倒し、よし2個倒し、うん、次は怖いよね。怖い。俺はこれはもうこれ1本。はい、よし。あ、弱気が出た。よしよしよし。弱気が出たよ。俺奥行かなきゃダメじゃん。じゃあこれ狙ってんの。うん、相当飛ばさないとダメ。よし、うまいな。相当飛ばさないとダメよ。よし、うまいな。やべ、うまい。じゃあ俺もちょっとでいいのね、チョビで。危ねえ、危ねえ。
こっち向きね、そっち向き、こう向いちゃった、そう向きね、よし、じゃあ奥だな。でこれ大谷さんに動かしてもらおう、こいつを、そのあのお皿、あ、これを狙ってる、うまい、よし、うめえな。これはでもこれはこうだからだって俺もうどこにも向かってねえんだよ、これだ、場外に出てこれバックできない、あ、バックもあるんじゃない、いやなるほどね、バックあんね、すげえいい位置バックだとしても、うわ、やべ、もう一回無駄にしたみたいな、ちょっと待って、こうもいいんだよね、なんでそれで出したんだよ、なんで場外行った、いいのそれ、でなんで場外行った、ほら場外は得なのね、うん、よし、やべー、よしよし、やべー、よしよし、横っていうのあんの、あー横あんだ、横行けんだ、横あんだ、おー、よし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 、なんでそっち向けたんだよ外向きで、こう倒れてたんだよ、いや、こう倒れてたよ、ね、こう倒れてたよな、今こう倒れてたよ、今ね、いや、違う、こう倒れてたよ、こう倒れてた、違う、こう倒れてたよね、おー、よし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 、ほらほら、こう倒れてた、そうだよ、こう倒れてた、そうだ、バックでやんねん、マジかよよし、もうチャンス来たよ、よし、こうねやべえ、勝ったんじゃない俺横でね、よーし、守り入ってやるの、うわーし、来た、ただ来たけど勝ちだね、俺のね、まあやりようによっちゃね、あ、もう、はい、ちょっと一回触れちゃった、触れてないから、よし、やっちゃこのゲーム逆転がないね、ちょっと逆転がねえな、逆転がねえな、これこの飛ぶのは超面白い、ね、超いいんだけどね、うん、これはすげえ面白いな、このゲームは大滝さんの勝利、そうね、そうね、もう一個ボードゲーム、もう一個見てみる、うん、面白そうですね、これね、なんですか、それ、ヤギのベッポ、ヤギを玉で飛ばし合いながら進んでいくスゴロク系ゲーム、ヤギで相手の駒を飛ばしても OK、 飛ばした相手の駒がマスから出て、全て出たらスタート地点、勝利方法、先にゴールへたどり着いた方が勝ち、おー、やってみようか、やってみよう、すげえ強い、これジュース、ジュースじゃねえ、ジュース磁石ジュースって言ってんの、これ普段じゃあじゃんけんだ、最初はグー、じゃんけん、ほい、あいこでしょ、よし、大事だよね、じゃんけんじゃあまずね、狙えるのかな、どこ狙ってる、草ですね、いくよ、うん、おー、どうなんの、これは麦だ、大していかなかったな、はい、ってことはこの背中丸いからペロルンあるかもしれない、それを俺ギャグを打っちゃった、草、同じだね、麦か、羊がコントロールできねえな、これ運なのかも、いくよ、うん、岩な、詰まってる、あ、岩だね、うん、
お、あ、土言ったじゃん、壊れ。いや俺はでもこれは1個か、そうか、同じなのよ。俺じゃもう一回土出せばいいんだ、うん、そっちしか行ってないよね、今んとこ。今んとこ普通に打てばそこ行くんだよ。あ、行った、よし。じゃあ俺なんかいよいよ狙ってくるってこと。大竹さんを狙ってみようかな。あー、惜しい。でも笑わないといった、うん、ここまで。でも自分が危ないもんな。うん、じゃあ土に行けばいいんだ、もう一回。いいよ。あー、跳ねちゃんだ。 ここね、ここまで行ったわ。でも意外と、でもそこは今までよく行くエリアだったな。危ないエリアだね。行くよ。あー、ちぇー、こんなちった。危ねー。行くよ。うん、うわー、うまい。お前すげえ、ここまで来ちゃう。ここまで来ちゃう。やべやべ、もう狙おう。狙えないよ。すげえ狙いたいけど狙えねえな、これな。直接ボールでこう、なんで行きたいよね。行くよ。羊飛ぶかな、跳ね刺すしかねえんだから。あれ惜しい。土ゴールしちゃうよ。勝つんじゃない？これどれでいいの？もうどこでも。どこでも勝ち？はい。どこでも勝ちなの？そんな簡単に決まっちゃうの？そんな簡単に決まっちゃうの？これ。これ三本勝負した方がいいんじゃない？これだって負けちゃうよ。勝っちゃうね、俺これ。どこでもいいんでしょ？はい、勝ち。はい、勝ちです。今練習で、今から本番にします？三番勝負ね、じゃあこれ。じゃあ今1個買った1個だから先に2勝した方が勝ち、うん、ちょっとこれあっけなさすぎる、あっけなさすぎる、これは、うん、最初はグッ、じゃんけん、ほい、あいこで勝負、よっしゃ。最初はね、言っても草地を狙おうか。そうだね、ゆるくこうやれば。そうだね、なんかそういう技が。はい、ちょっと待ってフリーね。マジかよ、こんなダメな時は。こうだな、じゃあこう、あ、うまい、うまい。でも今までない角度いった、ない角度いったね。これこれこれだよ。じゃあ俺は抜かすにはもう一回草をやっぱ狙いたいな。おー、うまいね、カーブね、同じ、カーブね、高校みたいな形になってきた。結局次はじゃあ草方面だね、やっぱり。違うか、茶だね。次もう一回茶だね。じゃあ今までのオーソドックススタイルでいいんだな。よし、茶だね。でこれで俺はもう完全にストレートで弾き飛ばす。大谷さんを狙うよね。あー、よし、これは出てないのか。出てないっす。危ねえ。うわー、でも俺ここ一応ここまで行った。危ねえ。こうだね。うわー、これか。でもどれ、水、水だね。うわー、これはもう大チャンスじゃねえかよ。やばいね、大谷さん弾き飛ばしたい。あー、よーし、あー、よーし、少し悲しい。で、ここいったよね。あー、やばい、やばいじゃん、もう。よし、じゃあ弾き飛ばすしかないわ、これは。飛ばされる位置にいるな。行くよ。うん。あぶねえ。なんだよ。もうこの位置から早く逃げなきゃ。藁ね、藁。これ。ああ、なるほど。しかも勝ちだからね、大体。うん。あ
ぶね。ぶね。わら行ったね。わら行ったね。よし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 。こう。よし勝てるぞ。俺を狙ってるね。もうそうね。もうそうしか勝ち目ないもんな。それしか勝ち目はないんだもうこのゲームは。いくよ。うん。うそ。うわー。マジで。嘘。うわー。マジで。すごい。すごいすごいすごい。でなんでお前そんなとこまで。水だね。行った。水。おー、くっそー。でもこれからまだ狙われる位置に行くから。そうなんだよ。次はじゃあどこ逃げるんだよ。水か麦だな。麦、麦ってか何ですか。これで1個しか進まない。あ、そうか、やべえな。水か、水が草なんだよ。遠いの、うん、じゃあこうか。例の、まあ、水だろうな、一番遠いの。それの技の使い手になった。使い手でしょ、ね、ね、あーあーあー、面白いこれ。面白いこれ。これ使い手だから。これのどこ狙ってる。ここに。あ、草ね、うん、なるほどね。なるほどね。そうそうそう、使い手だから。なるほどね。うわ、よし、覚えた覚えた。で、こう来て。覚えたね。覚えた、やっと覚えた。なるほど。覚えると終わらねえんじゃん。覚えたけど、覚えたけどやっぱ外すね。うん、チャンスだから、とりあえずここの稲までは行きたいよな。稲はもう簡単なのよ。自分が飛んじゃうな、下手すと。あ、草か、水か。これもストレートだね。外してくれるとでかいね。ここはもう強めに打つか。よっしゃ。全然強くねえよ。動かさなくていいのよ、これ。やって。こうね、うん、俺はもう逃げ切りたいんだよな。水辺かな。水辺だな。わかんねえよ、加減が。どっちが弱くなるかわかんないんだよな。もう脅したから。本当だ。磁石を見えるぐらいに貼ると意外と強くなっちゃったんだな。そう、意外とだからこれぐらいのが、磁石を丸っきり見せない方が緩いってことか。ほら、おお、緩いんだよ。じゃあ次、磁石を完全に見せた状態の、うん、これ狙いね。大竹さん狙いでしょ、そりゃ。よーし終わらねえよ。終わらねえ。はい。あぶね、進んじゃう。一気に水辺まで。なんか、終わらねえわ。よし、あとさ5分とか決めてさ、決めよう、もう、そこの時点でリードしてた方が感じする。はい、OK。
5分で終わりね。よし、俺は何をやればいい。慌て出しちゃった急に。雑に打ってるけど、打ってるけど土じゃダメなんだよ。でも5分だからね。そうそう、まあ全然ゴールしますよ。すげえ、それのやり方のプロになったな。これね、加減のね。俺は何がいいんだろう。土か、もう一回。土はもう簡単なんだよな。これであれ藁か。でもこのまま終わってくれば俺の勝ちなんだよな。そうね、俺はじゃあ草だね。もう一回草のやり方のプロになったな。すげえ草のやり方のプロになったな。俺はもう草覚えた。一回藁でもいいし土でもいいのか、うん、俺が怖いな。怖いね、これ自分が怖いな。いいね。おお、よしね。変な当たり方して、うん、チョビ。俺じゃあ土だな。土だなって俺狙ってるでしょこれ。絶対に俺狙ってるでしょ。俺狙ってんじゃん、ほら。よし、俺セーフだね。俺は危ない、危ないね、危ないね。うん、セーフ。セーフね。よしよし。じゃあ大谷さんを狙うか。よーし。よーし。終わらねえでだから。終わらねえの。何このゲーム。あれ、土ね。草狙って土ね。そう、ちょっとずれた。俺はもう一回稲ね。水だね。水、あ、水ね。残り1分切ったあたりで怖いね。よし、なんで俺狙ってんだよ。よしよし。間違えた。そう、慌てて。間違えた。そう、慌てて。危ねえ。くそー。よし、逃げ切れんな。危ねえ。水、水。よし、真正面ね。頼むよ。うわー、よーっしゃ。かかっててもダメなの。あ、かかってたら大丈夫です。かかってたら大丈夫。マジか。うん、よしよし。うまいな。やっべ、もうこれ倒せない位置に知ったやん。こうじゃねえの、ひょっとしたら。よーし、よーし。終わらねえんだよ、だから。ここにいた、今ここにいた。うん、よし。俺狙ってるね。もう1分切ったよ。よし、よし、やばいやばいやばい。これで土やって狙いにくくしちゃうかな。いやいや、もうやめろ。落ちてんだよ。早く早くしなさいよ。あ、いいね、いいね。やべえ、ここは狙いやすい。ラストチャンスだな。あと、15秒で。15秒。いや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 、15秒15秒15秒。イエーイ。よし。あ、大竹さん進め。あ、そ、どこだっけ俺。え、ここか。うん。あ、5分。よー、うん。5分超えてたんだ。終わってましたよ。終わってたね、今ね。もういいよ、なんかこの暗いゲーム負けて。なんかね、じゃあ私の勝ちということでね。今日、そうですね、大竹さん2勝、うん、2勝もう勝てたから。やばい。
2連敗スタートはまずいよ。これはね、日本シリーズでもこれは、うん、結構きついね。結構きついね、2連敗は。2連敗から。じゃあこの辺で。お、西戸ですよ。もう何回ももう何回何週褒めてる。褒めるとこないんだよもう。何回も褒めてもらってるから。大竹様、はい、このチャンネルはたびたびコメント欄でスタッフも楽しそうというコメントをいただきます、うん、正直楽しいです。お、それはひとえに大竹さんが出演者とスタッフの架け橋になってくれているからだと思います。ほう、私は一人の視聴者としてもこのチャンネルサマーズさんのファンです。これからもよろしくお願いいたします。なるほど、いいコメント出すね。いいコメントをまだまだ出す ね、 もうないんじゃないかと思って。テンション上がるよ。ありがとう、ね、もうないんじゃないかと思ってもうそれを飛ばしちゃってるから。もうすげえ楽しいんだよこれは。俺は楽しいです。結局バッタもこれも良かったよ。あ、そうですか、うん、アクションゲーム、ね、ただ負けたんだよ、うん、ちょっともうちょい次回はもっと接戦になるような、はい、そうね、そうね、俺が有利なやつ最初、はい、俺が有利なやつ2個探し、ずっと俺が有利なやつでやってきてんだけどちょっと視聴者の方からもちょっともしそうねいただけるのであれば、うん、ただ俺が有利なやつっぽい2個で負けてるから、うん、もう なんだそれってなってくるけどねお前が有利なやつって。お、あれ、うちは おでます。なんか久しぶりでなんか、いや本当ご無沙汰します。覚えてないですか。ちょっと覚えてない。俺は分かんないな。いたずらしたっけそんなにめちゃくちゃ書いてあるの。なにこれ。パートナーが、うん、すいません、なりました。球体になるの。球体だったよ今。アドバルーンになる。サマーズチャンネル。